まあ、負傷もあってちょっとあの試合からは離れていましたけれども、久しぶりの出場でいかがでしたでしょうか。まあ、そうですね、途中からまあ、ディフェンスで途中からっていう、まあ、状況だったので、まあ、ちょっと難しいところもあるし、まあ、なんとかその最低限の仕事を失点しないというところができたかなと思います。ビルドアップではないですけど、前のくさびのような形で、まあ、ロングボールとか速いボールを平本選手に当てた形とか、あの攻撃の部分でもこうなんか意図がはっきりしてたのかな。まあそんなになんていうんですか、まあ、自分がどうこうしようというよりはもうシンプルに、まあ、時間帯もあったですし、あの、まあ暑い中で最初から出てる選手は疲れてますので、まあ、だからちょっと簡単に使ってあげるけど、そういうのを心がけました。まあ、投入された時間帯非常に難しい時間帯だったと思います。ヴェルディのペースが一旦ちょっと途切れてきて、相手のペースになってきたところでの投入、こうどういうふうに試合入るか考えてました。まあそこまで考えてないというか、役割ははっきりしてたんで、その2トップのところをしっかりあの3バックにして、あの1人余ってっていうところで、そのミスマッチしてるところをなくして、しっかり守備して攻撃に移るっていう、まあ、だからその相手、まず自分のマークをしっかり潰すだけっていう感じでしたね。最後の方、もう不安な部分は特になかったですか、ね、ポイントがしっかりしていたとか、はっきりしていたとか。で、まあ、まあ、あとやっぱり、あの、まあ、こういう暑い中で、まあ、両チームともその疲れ、溜まってたと思いますけど、まあ、最後のところはやっぱ、中活っていうか、でまあ、0-0 で、まあ、均衡してる試合。やっぱりしっかり勝ち点3を取りたかったなとは思いました。今結果としてチームは3試合連続引き分けという状況です。まあ、外から見てて、で今日はまあ中に入って、ここから次の大分戦で勝利をつかむために、今チームここから何が必要になってくるんですか。まあ、しっかり、まあ、得点できるチャンスもあると思うので、まあ、そういうところを決め切るっていうのも大事と思うんですけど、その攻撃がっていうのは、まあ、その守備の選手も攻撃の第一歩だと思うので、攻撃の選手がどうのこうのじゃなくて、やっぱり守備の選手がしっかり攻撃を移るとき、選手全員で攻守両方もっと、まあ、修正するところに修正して高めていければなと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。